ここ見て、これ、これを見て、これを見て。その帽子のとこ、帽子を外してちょっと見て。帽子を外して、そのレンブラントの絵。レンブラント先生は、レンブラントの描いた、まあ、それなんか黒田マスク世紀の模写らしいけど、レンブラントのを描いた人は、チュルク先生。チュルク？その時代なんかネットで引いたら、はい、そのレンブラントにお金出して、描いてもらってんってね、そういうふうにこう。お金出してくる。ああ、当時の、あのね、名士さんですよね。はいはい。そう、そういう風なんだって。で、まあ私はね、そんな大層もあのお金は取りませんよ。私はチュルプ先生になります。まあちょっとスカート履いてますけどね。はい。チュルプ先生。チュルプ先生でございます。この人はね、この人、はいはいはい、一応ちょっと色違いですけど、はい、まあ、トゥルプ先生のノリでいきましょう。解剖教室始まり始まりね。この子がまあ実験台になってくれるんですよ。ちょっと待って、その前に。ところが解剖なのに、ちょっと聞いてみて、この音を。え、音？水色のところ。水色、水色のところ。ああ、聞こえます、聞こえます。ところが生きている。これは大問題ですね。この大問題、生体解剖、そういう恐ろしいことは一つ置いときまして、まあ、じゃあ、まあ、まずじゃあこの、あ、そうか、生きているけれど解剖する。ね、まあ、じゃあ、ことを言うなると手術になるのかと、まあ、この辺が微妙でしてね、まあ、微妙なんですよ。まあ、行きましょう。ね、まあ、あの、ブル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 、ベロがついております。ということは消化管の最後はお尻ですね。ね、脱臼なんかじゃありませんよ。きちんと蓋ができておりますね。で、もしね、この子に骨があったなら、残念ながら骨なしっ子ですけども、骨なしっ子やけど、もし骨があって例の椎間板ヘルニアとかになりますと、ここを開けて手術になるところでしょうけれども、この子の骨がないので、やっぱり解剖といえば消化管ですわね。何事も皆さん一番ね、こう胸焼けしたり、ああ、いかんじゃないかなと、はあ、かなんかこの頃ちょっと顔が黄色っぽい肝臓なんかしら。はい、いきますぜ、切りまして、切りまして、切りまして。でも、まあ、まずちょっと脂肪がありますよね。ちょっと脂肪を、脂肪をちょっと、脂肪をよけて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 、ベロから先はどうなりますか。食道がありまして、食道があって、うん、なかなか難しいですね。はい、これが胃でございます。ね、胃でございます。あら、胃の中を開けてみると、まだ食べかすが残っておりましたね。はい、で、胃の下はと申しますと、十二指腸がありますね。はい、そうしまして、その後が例の、まあ、大酒飲みの私なんかには関係しております、肝臓ですね。肝臓の横には胆囊。胆脳にはもちろん言わずと知れて胆石がありますね。胆石がありますね。それで、その近くにあるのが膵臓。またこれもまた糖尿病ね、もう私関係しておりますが大変で、糖尿病といえば当然あら、胆石と一緒だったけど、甘いものが入ってる。で、その後はもちろん消化管ですわね。こうね、小腸からずっと大腸。まあまあこういう感じで消化管なんですけれども、まあ、人間はね、やっぱり生きていかなければいけませんね。息を吸うね、息は吸いたり吐いたり。ちょっと触ってみてください。これね、これちょっと触ってみてください。あれ、何入ってますでしょうかね。風船。はい、ということです。空気ですね。肺が2つ。こう、ところがこっちの肺は病気で縮んじゃってね、こっちの肺だけまで一応生きてると。まあね、風船変えればいいんですけどね、風船移植手術をすればいいわけなんですけども、こっちの肺は残念ながら、肺が今のところ縮んじゃって、こんなになっちゃった、病気でこんなになっちゃったんですね。あとでまた移植手術しましょうね。で、肺がこうね、まか入っております。あ、それでもし万が一こういうふうに手術の場合とかで、あの、今時ほら大変な事故とかにあった時は集中治療室でこうやられますね、はい、という時はここに喉に、ここ人工呼吸器つける穴がついておりますね。ここ望むとこね、開けられちゃうわけです。そしておしゃべりできなくなりますね。で、もちろん私といたしましては、この妊娠が一番大事なメインでございますから、大事なメインの、ちょっと、まあ、ハサミで開けますね。はい、ガチャ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 、帝王切開、いつものやつですね、やっております。
帝王切開、はい、子宮が出てまいりました、子宮が出てまいりました、子宮が、はい、子宮が、子宮が、あや赤ちゃん、おぎゃーおぎゃーおぎゃー、まだこんなちっちゃかったらちょっとね助かりませんのでね、もっぺん戻しときますわね。でもまあ人間はあの消化器と子宮だけで生きていけませんので、やっぱおしっこも作らなきませんね。おしっこもね、おしっこおしっこおしっこ、はい、おしっこおしっこおしっこ、でもおしっこで、あのほらよくなんか言いますでしょ、あの船で遭難したら自分のおしっこ飲んじゃったって、はい、あ、じゃあそうしましょう、自分のおしっこ飲んじゃいましょう。あら、案外美味しいもんですね、おしっこもというわけで。で、おしっこの素を作るのはもちろんあの腎臓ですから、腎臓も一応ついてるんですけど、何しろかにしろほらこうやって脂肪なんかもありましてね、手術、あ、腎臓の場合は普通後ろから手術するんですね、あの多分、腎臓の手術された方は後ろの方に傷があると思いますよ、横、後ろから、後ろから切るんですか。あのはい、後腹膜臓器とかなんとかって言って、お腹側じゃないところから、なんせぐっちゃぐちゃなんですよ、やっぱ本物のお医者さんも大変でしょうね。でも結構リアルですね。一応試して合点のね、試して合点のスタッフはなんて偉いんだろうと、ものすごくやっぱりこう自分でやってみて思いました。まあ大体骨がないってことに最大の問題なんやけど、こうね、腎臓だから2つの管が、尿管があるわけ、あ、一応固定したんだかな、郵送時、はい、腎臓1個目出てきました。あら、この腎臓賢いね、石が入ってなかった。こんなにお腹痛いから てっきり腎結石かと思ったら石が入ってなかったわ、ちゃんちゃんっていう感じで、あ、でこうなぜか心臓が後ろに回っちゃったけど、この子が心臓なんですよ。で一応こういうふうにネタでこの袋をね、ペコちゃんの袋を使ったもんで、この違うやつにもつけたと。全部ペコちゃんで出るんですか。これをメインに、でほら臓器ってやっぱり袋的な感じでしょ、はい、で袋にしたもんで、あの他のおやつにもペコちゃんじゃないやつにもペコちゃんはわざわざつけたわけね。っていうふうにしてみました。はい、解剖終わり、あ、解剖終わりなんやけどね、ここでまたね、このこれが解剖、さっきも申しましたように解剖なのか手術なのか揉めるところじゃないですか、解剖なのか手術なのか、あ、ほんま、ね、手術、ところがもう一つネタがあるんです。解剖なのに手術なのか食事なのか、ここです。私はここで人食い人種、子宮なんかもね、ほら焼肉屋さんで食べるんでしょ、あ、ね、美味しそうですね、心臓なんかもね、何食べようかね、やっぱり肉ですよね、肉、やっぱ太ももの肉なんか美味しいんじゃないですか。ヒヒ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 ヒ、あっは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 。じゃあ解剖か手術か人食い人種、三大話ということで終わり。これがしたから、はい、肉食べるんですよ。ありがとう。あとはパフォーマンスっていうものはない、これで、これだ、これがそう。だから回ってきた、何をフランス語に、あの人形、あ、いや、あれあれですよ、あれ うちの岡本が買ったんです、あれ、あ、そうなんで、森脇さんにあげたんですよ。ちょっと離れますね。